なみさんこんこにちは私の動画の返信のやり方なんですけどもずっとですね何年もですね、えー、クールピクスの S6900 っていうのをメルカリでだいたいこれ1万円前後でいつも出てるんですよねこれをお、ね、5台も6台もメルカリで買ってですねそれをまあこっちが温まっちゃこっちの S、えー、カメラこっちが温まって使えなくなったらこっちのカメラみたいな感じで使いましたんであの量産ができるようになったんですよね それから同じ型のカメラをたくさん持ってると、なんかたまに落としてね、壊したりするんですけども、全く気にならなくなります。で、部品も転用できるんで、で、あの、バッテリーとかね、それから SD カードも当然ですけども、どんどん汎用性があるんで、すごくやりやすかったですね。で、なんとね、価格が安いのも魅力だったんですよね。まあそういうことを何年も続けてきたんですけども、ここ半年はですね、今、このカメラですけども、 映りがいいんですよ結構音もいいですしねそれからね特徴としてはねこれ Vlog 用カメラなんで商品をこう前に出すとピントがこっちに合うんですよで商品をパッと引くとピントがこっちに戻るんですよこのね速さがねすごく魅力的なんですよねいろんな VTuber さんがこの宣伝してたんですよねこうやって正面にカメラだ出すとね商品を目の前に出すとこうピントがこっちに合うでしょで引くと、ね、顔に戻るでしょ これがね、VG1G って言われらしいです。ソニーの10万円ぐらいするカメラなんですけどね <laughs>。いや、これを今使ってます。結構快適ですね。ただ容量が大きいんで、アップロードに多少時間かかるんですけども、それもね、画質を落として結構スムーズになりました。はい、えー、それがね、えー、私のカメラ模様でございますけども、こっからね、えっ、ー、と、お下がりのことについてですけども、いや、非常にありがたい提案でした。えーとね、 生まれる予定ということなんで、来年の2月でしょこれね、持っといて損はないと思います。ただ半年ぐらいは寝かせるようになるかもしれませんけどもね。あと、体格もどの程度になるかわかりませんけど、私のヤマト君は割と早めに体が大きくなってね、平均よりもちょっとね、あのー、体格が大きいんですよ。まあ、ですんで早くダメになっちゃいましたけども、まあ、一応ね、ナミさんのところに、えー、今、廃棄しようと思ってたものがあるんですけども、これ送らせてもらいますね。 あの、使えるものを使っていただければと思います。えー、あの、本当にね、短い間しか使ってなかったのと、元々がメルカリで仕入れたものも半分くらいありますので、あのー、新品ピカピカってわけにはいきませんけどもね。えー、それからね、結構私と一緒に、うーん、まあ、あの、毎日のように遊びましたんで、ええー、まあ、その辺ちょっと、まあ、中古品ですんで、ね、ご配慮いただければ、ご、ご配慮じゃないよ。<laughs> あの、ご留意いただければと思います。あ、でも嬉しいですね、こうやって。 廃棄しようと思ったものなんで、引き取っていただけるということでしたら、幸いでございます。え、ぜひね、ヤマト君の <laughs>、意志が <laughs> 伝わりますようにじゃないですけどもね <laughs>、これもご縁だと思いますんで、本当ありがとうございます。え、使えないものもあると思いますんで、その辺は、あの、お任せしますんで、えー、ね、あのー、お父さんお母さんのお気持ちもあると思いますんでね。うん、ヤマト君ね、ヤマト友達ということで、ヤマトつながりでね、いいですね。それじゃあ、 本当にありがとうございます、えー、早速ですねまとめさせていただきますのでお受け取りいただければと思いますいつもお世話になります